JP 戦面白くない？いや、JP 戦は、石井ちゃんもね、つぶやしてたけど、なんで、このご時世にね、ああいうキャラを出すかっていうのね。なぜ、JP みたいなキャラがいるのかっていうね、を聞きたいと、石井ちゃんがね、言ってましたけど、なぜ、JP がいるか。それは、成長なんですよ。ストリートファイター6のコンセプトっていうのは。もうコンボも、毎日、プレイをさせられるんですよ。成長なの。このゲームのコンセプトは。だから、JP 戦も、成長して、キャラ対策を積んだら、今とは全然違う世界が待ってるキャラ、なんですよ。だから、成長してねっていう。まあ、ゲームとしてそれはどうなのかっていうね、あれもあるんだけどね。うん。いや、頑張らないといけないじゃんみたいな。ただ、そこを楽しんでもらいたいというコンセプトを私、感じました。カプさんから。カプさんから私感じましたね。正直。